おっさんリーマンなら納得するかもだが、主婦や学生なら微妙な話かも。職場の上司は2歳年下の叩き上げエリート。30代で一応大手で支店長になれるやつなんてそういないから、一体どんなやつかと思ったら単なる DV の恐怖政治で数字出してきたやつだった。当たり前だが年齢関係なく怒鳴りまくる。育てたいとかの愛情のかけらもない嫌味満載の不合理 DV 野郎だ。それで定年間近の親父さんがまず倒れた。軽いうつ。周りは心配したし、DV で人事に訴えようと言ったが、本人はもう潮時、引退すると言って笑いながら退職していった。もやもやが室内に蔓延し始めたが、本人が訴えない限り DV は認められない。そうこうしているうちに、二人目が鬱になった。でも、この人、50代は、DV で人事に訴えた。すぐに、事情聴取。当然、周りの俺たちも事実を言った。いかに仕事ができようと、DV やセクハラの事実が一つあれば全てを失う会社だから、支店長は、次の異動で官職へ飛ばされた。プライドの高い元支店長は、役職が外れようと、余裕で1本超える年収にもかかわらず会社を辞めた。周りは拍手喝采。でも武勇伝はこれからだ。元支店長が辞めた後、すぐに組合のレクレーションがあった。うちの会社は組合のレクとはいえ、管理職の非組合員、OB までもが参加する和気あいあいとしたもの。そこになんと元支店長が現れるという。当日、相変わらず偉そうにしてる元支店長がいた。場はぎくしゃくしてるし、誰が誘ったんだ。と、犯人探しまで始まる始末。前日元支店長が参加するという話を聞いた俺は、復讐を実行した。わざと側に行き、話しかけられるよう、フレンドリーな笑顔を振りまく。すると、案の定話しかけてくるバカ。高橋、少し太ったんじゃないか？サボってんじゃねえよ。は、うるせえよ。何言ってんだお前。と、いきなりお前呼ばわりした。キョドル元支店長は、それでもなお話しかけてきた。っていうかさ、お前も。お前言うんじゃねえよ。なれなれしくすんな。動揺する元支店長が、ついに切れた。お前誰に言ってんだ。なんだその口の聞き方は。予想通りのリアクションに、小心者の俺は、ドキドキしながらもワクワクした。いつまで支店長をずらしてんだ？お前は、もうただのおっさんだろ？尊敬されてれば辞めたって人は寄ってくるだろうけど、みんな迷惑がってるだろ？お前は軽蔑されてんだよ。俺の方が年上なんだから、お前が、俺をさん付けで呼べ。それが嫌ならここから消えろ。こんな趣旨のことをまくし立てた。この時の元支店長の顔は一生忘れない。ざまあみろ。そのまま黙って帰っていった。もちろん、誰も止めようとはしないばかりか。俺の怒気はあからさまに。邪魔者消えたから飲もうぜ。みたいなことを聞こえるように言っていた。すまん、期待外れかもね。まあこんなもんだよ、リーマンの復讐なんて。俺的にはすっきりしたけどね。